どうも、シャーペンです。今回は、おそらくもう今年の獣神化は、来てもあと1体なんですよ。まあ、ほとんど終わったみたいなもんなんで、今回は、振り返りの意を込めて、獣神化取り残されたキャラのまとめ、最新版をお届けしようと思います。まあ、一応、知らない人のために説明すると、まあ、モンストのガチャにはシリーズがあるんですよ。まあ、例えば、源平とか、まあ、この中で、1体から2体獣神化しているもの。まあ、これで言うと、義経ですね。でも2体残ってると、まあ、御前と弁慶、この2人を、まあ、取り残されキャラとしてカウントします、まあ、これを、まあ、全てのシリーズで見ていってまとめるといった動画でございます。で、今回対象外は、太鼓坊が今一番新しいシリーズなんですよ。それより後ろのキャラクターは対象外です。で、あとシリーズ丸ごと MDT とか、これも今回はカウントしてないです。ということで、もうちょっと早速いきますわ。ちょっと前振り長いですわ。いきます。はい。で、まず、1体残りか。一人ぼっちですね。まあ、シリーズで、ね、2体獣神化していて、1体だけ残ってるキャラクターを紹介していこうと思います。いきます。悠久のエルフヘイム、ウォッカ、おとぎの国のファンタジア、ローレライ、幕末維新伝、西郷隆盛、忍者修羅の陣、サルトビサスケ、愛と魂のベーダ、パールバティ、夢と魔法のファンタジア、ラプンツェル、英雄タン、ギルガメッシュ、グレイトスピリッツ、サラマンダー、愛と勇気のファンタジア、ガリバーで、ここちょっとおまけですけど、まあ、一応ガチャシリーズはこの9体なんですけども、おまけとして天使シリーズ、ガブリエル、劇中震災卒業組、ロビンフッド、これも入れて11体がちょっと今かわいそうな状況にいるって感じですかね。まあ、個人的にはずっと言ってますけど、まあ、サルトビさんとラプンツェルを救ってほしいですね。はい。ということで、1体残りでした。続きまして、2体残り、2人ぼっちですね。まあ、ちょっとこれ結構多いんで、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、許してください。いきます。運命のラグナロク、ユグドラシル、ヴェルダンティ、太陽と神々の参加、オシリス、アヌビス、戦国風雲絵巻、巻の2、上杉謙信、徳川家康、スターダストエージェント、シリウス、スピカ、三国志桃園の誓い、張飛、劉備、西遊記、孫悟空、三蔵法師、花咲く夢のロマンタン、スズラン、桜、源平、静か御前、武蔵坊弁慶、アラビアンナイトギャラクシー、シェヘラザード、シンドバッド、オリンポスの系譜、プロメテウス、クロノス、虹と冒険のファンタジア、ドロシー、マッドハッター、失われた古代文明、アトランティス、ナスカ、スチームパンクヒーローズ、ゲンナイ、アルキメデス、シアトリカルテイルズ、フリーズ、ファントム、リコルの大冒険、スキッティ、ベルスター、方針演技、妖戦、ナタ、合計16シリーズ32体。この2ヶ月くらいでね、結構1体1体かいつまんでいって、で、結構取り残されてるキャラクターが増えたって気がしますね。いつこれは救われるんでしょうか。ということで、まあ、今回は取り残されたキャラまとめをしていきました。まあ、よかったらコメント欄から、まあ、このキャラ獣神化してほしい、早く救ってくれみたいなコメントをお待ちしております。あとぜひ、チャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日モンストの動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していくモチベーションにもつながるんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。